エイミー・ビーチエイミー・ビーチはアメリカ合衆国のピアニスト、作曲家。創造的な作曲家として成功した最初のアメリカ人女性である。生前は当時の習慣に従ってビーチ夫人と名乗って音楽活動に携わった。ニューハンプシャー州ヘニカー出身で、旧姓はマーシー・チェニー。両親は共にピルグリム・ファーザーズに遡る家系で、父方のマーシー家は、 政治、軍事、外交、学問、工業で成功者を輩出している。母親クレアは結婚によって断念したが優れたピアニストであった。幼少期より振動ぶりを発揮し、4歳で即興演奏や作曲を開始、それまでに40曲を口ずさむことができたと言われる。6歳から幻覚でうるさ型の母親にピアノの手ほどきを受け、間もなく、 ショパンやシューマンを含むレパートリーを非公式の場で演奏することができるようになり、また自作を寄付して残す習慣も身につけた。1883年にピアニストとして正式にデビューし、いくつかの競争曲をボストン交響楽団と共演する。1885年にボストンの外科医ヘンリー・ビーチ博士に5歳としてめとられる。この結婚はエイミー自身よりも 母親が乗り気であったとされ、演奏活動によって報酬を得ることを止めるようにとのビーチ博士の要望も母親の同意を得て示されたようである。しかしながら、ビーチ博士は、ニーズマの才能がピアニストとしての演奏よりも作曲にあることを確信していたようで、作曲家としてたゆまぬ活動を続けるように説得し、応援し続けた。博士がビーチに作曲をさせたのは、 家庭に引き留めておきたかったからだとする主張もかつては唱えられたが現在では博士が彼女に一切家事をさせなかったことがわかっているいずれにせよビーチのピアニストとしての活動は制約されたものの新作を含めて自作の発表で演奏することは許可されていたためビーチの盛んな創作活動は演奏活動への希望と結びついていたのかもしれない1910年に 夫が不慮の事故死を遂げ、翌年に母親も他界すると、ピアニストとしての活動に復帰し、自作の紹介も兼ねてヨーロッパに渡った。第一次世界大戦の勃発によって1914年にアメリカに強制送還されるまでドイツを拠点に演奏活動と外国生活を楽しんだ。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団によって公共局補短調ゲールフと。 ピアノ競争曲英派短調が演奏されたのも、この頃であり、自作がベルリンフィルによって演奏された最初のアメリカ人作曲家にして最初の女性作曲家となった。帰国後は、新時代の趣味の変化によって作曲家としてほとんど帰り見られなくなったが、ニューハンプシャー州ピーターバラのマクダウェルコロニーやニューヨーク州を拠点に創作活動を続けた。また、 女性作曲家の長老として数々の社会事業で指導的な役割を積極的に引き受けた。ニューヨーク市で老衰により亡くなった。去年77。エイミー・ベイチはブラームスの堅固で成功な作曲技法とワーグナーの進歩的な火星法や半音快的な処方を独自のやり方で調和させた作曲家であった。フランスの音楽理論を独習したため、 色彩的な還元落法や流麗な天調、魅力的な旋律美と情熱的な表現などが特徴的で、以上の性格から、エイミー・ビーチの作風は、幾分、フランクや初期のチェムリンスキーによく似ている。当初は、ドイツロマン派音楽の模倣に始まったが、チャドウィックとの進行やマクダウェルに対する敬意、ドボルザークへの反感から、イギリス諸島に由来する。 民族音楽の要素を積極的に取り入れるようになった。唯一の公共曲に添えられた副題、ゲール風ゲイリックとは、ケルト民族の部族名、ゴイデルを暗示しており、つまりはアイルランド風という意味である。その他の主要な作品に、公共的ミサ曲編補町長、バイオリン・ソナタイ短・単調ピアノ・五重奏曲、A、へ、タン調弦楽四重奏曲、 ピアノ三重奏曲異端長のほか、たくさんの合唱曲や声楽曲がある。歌劇は一幕ものの室内オペラ、三次会会議場カビルドしか残さなかった。ピアノ曲は、ショパンやリストの華麗な処方を、ブラームスの重厚で緻密な展開に結びつけ、非常に洗練されている。歌曲は、サロン音楽の伝統にのっ,とって軽く、感傷的なものから、民謡の面影を、 はっきりと止めたもの、より表現の意欲的なものまで幅広い。ヨーロッパから帰国後の晩年の作品では、半音階的手法を推し進めて、全音音階的なパッセージを取り入れるようになった。またエーミー・ビーチは、リムスキー・コルサコフやドビューシーなどのように、音を聴くと色彩を感じる、共感覚の持ち主であり、作曲や編曲の際に調整を選ぶにあたっては、 色との結びつきを念頭に置いていたという、ありがとうございます。